始まりましたエデンズゼロチャンネル。いやいや、今日はですね、声優が選ぶエデンズゼロ神シーン、神シーンでございます。はい、今回はですね、日本一涙もろい声優青木式が選ぶ号泣シーン。めっちゃ持ってますねこれは。タレコミによると、はい、式くんは舞台挨拶で必ず号泣すると。結構舞台をやってたんですけど、千秋楽の一番最後のカーテンコールでありがとうございましたのみんな一言ずつ挨拶するときに、大抵泣いてたんですよ。感極まりやすいというか、すぐ泣いちゃって。で最近は強くなりましたね。そう、もう最近の舞台ではもう号泣しなくなりました。まずですね、一つ目は、まあ、初っ端なんですけども、本当一番最初のあの四季が旅立つところなんですけども、まあ、あのずっと仲良く暮らしてたね皆さんが芝居をして四季を旅立たせるためにわざと敵対してっていう、あそこがもうダメなんですよ僕。あのコミュ障なんで、友達がちょっと作りにくいタイプの人間なんで、ああいう友情関係にめちゃめちゃ憧れがあって、あーって、なんかちょっと語彙力がなくて申し訳ないですけど、エモいってなっちゃうんですよね。魔王様、約束は果たしました。誰にでもあるものじゃよ、心は。こんなに悲しい気持ちになるなら、こんなに寂しい気持ちになるなら、心なんていらなかったのに。泣いた後どうなる？どうなる？僕とりあえずもう一生鼻水が止まらないんで、ひたすら鼻にティッシュ詰めてますねずっと。でも結構やっぱ泣くとすっきりするというか、感情のデトックスができるというか、めちゃめちゃ涙もろいくせに泣く系の映画とかバンバン見るんですよ。見るんだ。めっちゃ見ます。あえて立ち向かっていく。そうです、自分が自ら探すんですよ。泣いて、あの心をリフレッシュしたいときに、あ、泣こうと思って泣く系の映画めっちゃ見ます。じゃあ続けましてですね、2つ目はこれ多分アニメでいうと16話ぐらいなんですけれども、まあ、ターミットの過去のシーンですね。これはなんか感動して号泣ってよりも、あいつこのクソ野郎みたいな気持ちの方の。確かにここに出てくるあの博士がちょっとゴミすぎて、言葉を選ばずに言ってしまうとゴミすぎて、あまりにも。でもなんか本当にもうどうしようもない人たちが出てくるよね。いやそうなんです。でそのゴミがまた人間なんですよね。いや本当になんか皮肉にもそうなんですよ。ガラクタに同情しておるのか、一気にだ。いい子だ、そのまま、そのまま。ここは原作読んでもアニメ見てても、うん、ってなるところですね。ゆるさん、違う意味の号泣ポイントでした、うん、確かに。ちなみにあの三河越さん、泣いたことはという。泣いたことはありますよ。泣いたことはない。待って、私が涙のない冷徹な人間だと思ったら大間違いですよ。私がアンドロイド説。最近泣いたことはありますか？最近まず今年入ってからは泣いてない。あ、本当ですか？あ、物理的に横になってるとちょっと涙出てくるなみたいな。眠い時に出るやつみたいな。感情的な涙はあんまりないかもな。映画とか見てもあんまり泣かない、うん、映画見てもギリ来るんですよ、この辺でうわーって来て。でも映画館とかで見てると周りが、あ、そうですね、始めた。カパッてこう蓋されちゃう。ちょっと人がいると泣きにくいのめっちゃわかります、うん、そう、なんか多分一人だけの空間の方がまだ泣けるのかも。いや、そうですね、アニメでもそんなに泣かないですか？アニメで、いや泣いたことはもちろんある。ありますよ、ありますよ、もちろんもちろんあります。笑いが起きてどっちかというか、はい、まあ、自分が出てる作品だと本当に自分とキャラクターがめちゃくちゃ同化した時に泣いちゃう。でもやっぱ年々、それでも年々緩くはなってきてる気がします。年々一番バリカタだったのは多分、20代ですね。絶対に泣かねえぞみたいな。泣きたくないみたいなのが、なんか感情スイッチを一回全部オフにすることができるというか、笑いのスイッチオフみたいな。羨ましいです、笑いスイッチがオフできるの、うん、超真顔になるけどね。皆さんなんかドキッとしちゃいますけど、もう無の顔になる。無の顔見たいですってカンペが出てるんですけど。無の顔、本当無になりますよ。
ただ一切何も反応しないですけど、いい？いい？いいですか？本当オフにしますよ。あ、スイッチ入れてください。スイッチ入れてください。あ、やばい。誰か責任取ってください。井川さんのスイッチ入れてください。入んないよ。カンペ書いた人スイッチ入れてください。あ、入りました。入りました。よかった。エデンズゼロチャンネル。3つ目はですね、あのバルキリーの過去のシーンがやっぱ僕は原作読んでても、まあ、それこそあのアフレコのところでももう大号泣してしまったシーンなので、そこで初めてホムラに直接じゃなくて、この回想の中で私もお前を愛しているって言ったのが、あーって思って、直接は言ったことないけどって言ってたのがすごい、やっぱホムラ役なのでめちゃめちゃそこが刺さって、やっぱその師弟関係みたいな関係性のオタクなので、指定オタク。そうそうそう。この作品本当に絆の強さがめちゃめちゃすごいと思って、こんな絆あるん？本当ですよね。欲しいです本当に。だから本当僕ぼっち勢なんで、マジでこの作品羨ましいなと思いました。友達欲しいって。ということで今日はこの辺かな。はい、改めまして高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。はい、せーの、にゃんにゃん。